石地型潜水空母は、大日本帝国海軍の潜水空母の艦級、帝式古型水上偵察機を搭載する潜水空母である。巡戦3型とも、以後第7潜水艦と以後第8潜水艦の2隻が建造された。共に、太平洋戦争開戦時には収益していたが、戦争中に共にアメリカ海軍の駆逐艦に撃沈された。搭載した、 偵察機による偵察や輸送活動に従事した。特に以後第8潜水艦は、戦時中にドイツと日本を往復に成功した唯一の潜水艦である。1934年の2計画で2隻建造された、巡戦型潜水空母。先型の威力の改良型であるが、潜水戦隊機関とするため、居住区拡大、司令艦室の装備、通信能力の強化などがなされた。 このため、計画乗員は100名にもなり、艦はさらに大型化し基準排水量で2000トンを超えた。また船系もドイツのコピーから脱却し、オリジナルの船型となった。兵装は、威力で装備した広角砲を取りやめ14センチメートル砲を二門としているが、日本の潜水艦では珍しい連装砲を装備した。基銃は13ミリメートル連装一気に強化されている。 魚雷発射艦は、艦尾の装備をやめて艦首に6問装備。航空兵装は、先の囲碁、威力と同様に、あと艦艦に格納等2機、射出機1機を装備し、水蒸気1機が搭載可能となっている。詳細は、各艦のそれぞれの項目を参照のこと。海戦時、両艦とも、ハワイ作戦に参加。E7 は、その後、インド洋、アリューシャン、ソロモン、再び、 アリューシャンと転戦し1943年、キスカ島へ輸送作戦中に潜没。イハチは北米西岸、ソロモンと転戦し1943年にドイツ派遣。帰国後はインド洋での通商破壊戦に従事。1945年に入り南西諸島方面へ出撃したが沖縄沖で潜没した。両艦とも潜水隊に編入されずに潜水船隊に、 所属した。ナ7は春光と同時に第1艦隊第1潜水船隊に編入。その後第4潜水船隊を経て、第6艦隊第2潜水船隊機関となり、海戦を迎えた。その後、第6艦隊付属を経て、第6艦隊第7潜水隊に編入された。ハ8は春光と同時に、第2艦隊第2潜水船隊に編入。 その後横須賀鎮守府部隊を経て、第6艦隊第3潜水船隊に編入され、同船隊機関として、海戦を迎えた。その後連合艦隊第5潜水船隊、南西方面艦隊付属、第6艦隊付属を経て、第8潜水船隊第14潜水隊に、編入されたものの、1ヶ月余りで、第8潜水船隊付属となる。百四十四年十一月五日に、 第六艦隊付属となった後戦没した。ありがとうございます。